フィギュア、小松原美里&孫夫妻が5連覇へ公式練習、村元かな&高橋大輔も最終調整、滑走順。フィギュアスケート、全日本選手権、22日、大阪、東和薬品ラクタブドーム、アイスダンスリズムダンス、RD。北京五輪、オリンピック、団体銅メダルの小松原美里、30、孫、31、夫妻組、倉敷 FSC、が5連覇を目指す。午前6時35分からの公式練習では、RD の衣装を着て各要素を確認。初優勝がかかる村元哉中、29、高橋大輔、36、組、関大 KFSC も、RD 曲をかけて最終調整を終えた。22日午後2時45分開始となる、RD の滑走順は以下の通り。一夜島春の、西武東伏見 FSC、松井勤、明治大、午後2時52分開始。菊池彩子、法政大、池田義満、西武東伏見 FSC、同2時58分開始。三高橋ニコル、ドリーム FC、シャイロージャド、米国、同3時4分開始。四木下あかり、田村兼彦、慶応大、同3時17分開始。五村元かな、高橋大輔、関大 KFSC、同3時23分開始。6小松原美里、小松原美琴、倉敷 FSC、同3時29分開始。カナダイ、全日本、優勝、に向けて RD 調整高橋の転倒に笑い合う場面も。フィギュアスケート全日本選手権第1日、2022年12月22日大阪、東和薬品ラクタブドーム。アイスダンスのリズムダンス、RD に向けた公式練習が22日、午前6時5分から行われ、村元哉な、高橋大輔組、関大 KFSC が調整した。2グループ目で同6時35分からリンクに入り、動きをチェック。序盤に高橋が転倒し、2人で笑い合う場面もあった。曲かけではアップテンポな曲調に合わせてスピンやステップ、ツイズルなどで呼吸を合わせ、リフトも確認した。3度目の出場となる全日本で優勝を目標に掲げるカナダイ。アイスダンスの RD は今日22日の午後2時45分開始予定で、5番滑走の村元、高橋組は午後3時23分から演技を披露する予定となっている。村元哉な、高橋大輔組、初優勝へリズムダンス最終調整、小松原組も5連覇に挑む。フィギュアスケート、全日本選手権第1日、22日、大阪、東和薬品ラクタブドーム。午前中にアイスダンスのリズムダンス、RD、に向けた公式練習が行われ、3度目の出場となる村元哉な、高橋大輔組、関大 KFSC は、曲をかけで、スピードに乗ったリズミカルなステップ、息の合ったツイズルなどを披露。途中、2人で話し合う場面もあり、終盤にはリフトも決めた。21日の取材で、村元は、ここに来るまですごいいい練習ができたので楽しみ。自分たちの演技に集中できている、と自信を示し、高橋も、いい練習もできて、すごく本番まで楽しみ、と語っていた。また、22年北京五輪団体銅メダルで、大会5連覇に挑む小松原美里、孫組、倉敷 FSC も、曲かけで豪快なリフトを確認するなど、調整した。今大会の会場は2人にとって、過去に良い成績を残してきた思い出の場所で、今回もいい思い出を残したい、と声を揃えた。RD は22日に行われ、村元、高橋組は5番滑走の午後3時23分、小松原組は最終6番滑走の午後3時29分登場予定。小松原組、全日本5連覇へ本番衣装でリフトなど確認、午前6時35分から調整。フィギュアスケート全日本選手権第1日、2022年12月22日大阪、東和薬品ラクタブドーム。アイスダンスのリズムダンス、RD に向けた公式練習が22日、午前6時5分から行われ、小松原美里、孫組、倉敷 FSC が調整した。2グループ目で同6時35分からリンクに入った2人は、本番用の衣装で動きを確認。曲かけでは豪快なリフトなどで息を合わせ、30分間の練習時間を最後まで活用した。全日本はここまで4連覇しており、今大会には5連覇がかかっている。アイスダンスの RD は、今日22日の午後2時45分開始予定で、最終滑走の小松原組は午後3時29分から演技を披露する予定となっている。
フィギュア、小松原美里と弟の夫婦組、思い出の大阪で5連覇を、今回もいい思い出を残したい。フィギュアスケート、全日本選手権、21日、大阪、同和薬品ラクタブドーム、アイスダンス公式練習。北京五輪、オリンピック、団体銅メダルの小松原美里、30、孫、31、夫妻組、倉敷 FSC、が、思い出の地で5連覇を目指す。公式練習ではリズムダンス、RD、を確認。会場は16年に2人で初めての全日本選手権に出た場であり、18年の同選手権、コロナ禍だった20年のグランプリ、GP、シリーズ NHK 杯も制した。美里は、すごくいい思い出がある。今回もいい思い出を残したいです、と微笑んだ。11月下旬の NHK 杯、札幌後は練習拠点のカナダ・モントリオールに渡り、世界トップレベルのチームメイトと切磋琢磨してきた。RD は22日、フリーダンス、FD は24日に行われる。とうとも、ここはすごくいい思い出がある、と開催を喜び、二人の感情を演技に溶け込ませる。小松原美里、孫組、全日本初優勝の地で、今回もいい思い出を残したい、5連覇目指す。フィギュアスケートの全日本選手権は22日、大阪、東和薬品ラクタブドームで開幕する。21日は公式練習が行われ、アイスダンスの小松原美里、孫組、倉敷 FSC は、リズムダンスの曲かけで、調整した。今回の会場は、二人にとって2018年に全日本初優勝するなど、思い出の詰まった場所。美里は、すごくいい思い出があるので、今回もいい思い出を残したい。今まで練習してきたことを出す、と5連覇を目指す。11月の GP シリーズ NHK 杯後は、プログラムのブラッシュアップに注力し、磨きをかけてきたという。とうとは、自信を持って頑張りたい。今回は、海外の先生とも一緒に出場できるので、みんなと一緒に頑張りたい、と語った。アイスダンスのリズムダンスは、22日午後2時45分開始予定。フィギュア、村元哉中&高橋大輔、初優勝を目指して臨む、全日本選手権へ充実の公式練習。フィギュアスケート、全日本選手権、21日、大阪、同和薬品ラクタブドーム、アイスダンス公式練習。初優勝を目指す村元哉中、29、高橋大輔、36、組、関大 KFSC、が充実感をにじませた。公式練習ではリズムダンス、RD、曲をかけて通し、その後も表情を指差しながら丁寧に確認した。村元は、11月下旬の NHK 杯から、一旦落ち着く時間を持てた。良い練習ができたので、すごく楽しみ。今日の氷の感触も良かったです、と振り返り、高橋は、初優勝を目指して臨む。いい練習ができて、すごく順調に来ているので、本番が楽しみです、と笑顔を見せた。全日本選手権は2年連続で2位。昨季は RD でのミスが響き、目標だった北京五輪、オリンピックの切符を逃した。デビュー年、昨季と比べて村元は落ち着いています。変なプレッシャーがかかっていない、とにっこり。大会前はフリーダンス、FD を重点的に取り組み、高橋はワンフットとダイアゴナルステップのところの取りこぼしが多いので、そこら辺は集中的にレッスンを受けてきました、と説明した。RD は22日、FD は24日に行われる。結成3期目を迎えた、カナダイが、充実した準備を演技につなげる。フィギュア、村元哉中&高橋大輔組、最高のクリスマスイブにしたい、初優勝へ自信。フィギュアスケート、全日本選手権、21日、大阪、同和薬品ラクタブドーム、アイスダンス公式練習。初優勝を目指す。